心から感謝します。日本名人天皇4月30号退位，从5月1号起改朝换代，从平成迎向令和。现场已经有日本警视厅的警察安排警力在现场维持秩序。苹果新闻网前进东京，见证历史性时刻。当晚虽然雨下个不停，涩谷街头仍涌现许多民众参加倒数活动。生まれてから平成しか生きたことがなかったんで、ついに他の時代を生きることになるんだなっていう。まだゴールデンウィークなので、はい、そのうちはたくさん遊びたいなって思ってます。重庆来到晴空塔，也有至少2500人挤在350楼一起倒数，跟平成说拜拜。闭馆时间从当地10点延后到12点半。活动邀来相扑选手和晴空塔吉祥物与民同乐，不止塔内嗨翻天，塔外也上演灯光秀，将晴空塔染上象征日本国旗的红白两色，为新年号揭开序幕。其实延长时段的半价票券在晚上8点半就额满了，许多扑空的人守在门口不愿离去，不过周边还有各式令和商品可以买哟。新闻网日本东京采访报道。加入好评友会员，只要用脸书或是 Google 账号就能一键注册，也可以用电话或 email 注册，限时免费，快来注册苹果新闻网。